玉ボイス。地元伊勢崎市玉村町周辺で活躍されている方をご紹介していきます。今月は7月に伊勢崎駅前で行われる e スポーツイベントについて、地域おこし協力隊の海瀬裕太さんにお話を伺います。お伝えするのは同じく地域おこし協力隊町中イノベーターの関口咲子です。海瀬さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では早速、伊勢崎駅で開催される e スポーツイベントとはどういったものでしょうか？はい、こちらですね、大きな目的といたしましては、伊勢崎の、街中ですねを、もっと賑やかにしていこうという、コンセプトで考えておりまして、街中のですね、行われている、楽市さんですねとコラボレーションしたり、またはですね、ちょっとその前にゲリライベントとして、モニターですね、駅の中に市で運営しているモニターがありますけれども、そちらをちょっと使わせていただいて、皆さんでちょっと大きな画面でゲームを楽しもうよというところで、そういう形で、ちょっと、いろんな世代の方ですね、若い方もそうですし、ちょっと年配の方ですね、今回はちょっとストリートファイターをやっていこうかなと思っていますので、そういう方も楽しめるコンテンツかなと思いますので、そういうふうに多世代交流っていうのもちょっと生み出せていけたらいいなという思いで、今回ちょっと企画をさせていただいております。はい、ありがとうございます。イベントに関連して海瀬さんが計画しているものがあるというのをお聞きしたんですが、どういったことをするんでしょうか？はい、こちらですね、先ほどもちょっと申し上げさせていただいたんですけれども、事前 のちょっとゲリライベントということで、こちらですね、あまり告知等は行っていないんですけれども、実際その本番としてはその楽市の時に、1日、使わせてモニター使わせていただいて、皆さんで遊んでいただくというのになるんですが、その前に、日常ですね、平日の、帰りの、帰宅の時間帯ですねに合わせて、開催させていただくというもので、普段やっぱりちょっとモニター自体が風景になってしまって、皆さんもあまり見ていらっしゃらないかなというところもお見受けられましたので、そこをですね、その日常の帰りの風景をちょっとだけこう楽しく、できたらいいなということで再認識していただくというところで、そのゲリライベントという形でちょっと企画をさせていただいております。はい、ありがとうございます。このイベント、どういった人に来てもらいたいと考えていますか？はい、そうですね、もう誰というわけではなく、もちろんゲームが好きな方はもちろんですし、昔好きだったという、大人の方、社会人の方ですね、そういう方たちも自分のちょっと腕を披露してみたいという方ももちろん来ていただきたいですし、ただゲーム全然知らないよという方でも来ていただければなというふうにも考えています。なぜかと言いますと、やっぱりですね、ゲーム見ているだけでも結構なかなか面白いというところもありまして、そういうし、細かいところを知っていくとどんどんハマっていくんですけれども、見ているだけでもかなりのテクニックを使えたりだとか、駆け引きとかもありますので、そういうところもご覧いただくとなかなかやっぱり面白いということで、お子さんとか連れてきていただいてもかなり盛り上がるんじゃないかなと考えておりますので、トータルでやっぱり多世代で皆さん楽しめるイベントとして、いろんな方に来ていただければと思っております。はい、ありがとうございます。ではこのイベントと関連した海瀬さんの考えている催しについて、開催時期を教えていただけますか？はい、こちらですね、ゲリライベントに関しては7月の12日、4時からですね6時頃までというのを考えておりまして、ただですね、こちらに関しては少し機材の調整等もさせていただき、予定ですので、実際にどこから始まるかというところはちょっと当日のお楽しみというところで、考えていただければと思います。で、本番であります、楽市に関しては7月の29日、こちらはですね、午後の3時頃からですね、夜の、8時9時ぐらいまでですかね、まで、開催する予定ですので、土曜日ですのでね、休日ですので、お気軽にお越しいただければと、駅前ですね、両方とも駅のモニター使って行いますので、お気軽にお越しいただければと思います。はい、ありがとうございます。
では最後に一言 PR をお願いします。はい、一言 PR ということで、こちらですね、本当にいろんな方にお楽しみいただけるようなイベントに、していこうと考えております。ぜひですね、お子様連れの方も、ちょっと昔腕があった社会人の方、これからやってみようという若い方ですね、どんどん来ていただいて、本当に皆さん、初心者の方からクルードの方までですね、お楽しみいただけるような形で考えておりますので、ぜひぜひお気兼ねなくお越しいただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回は地域おこし協力隊の海瀬裕太さんにお話をお聞きしました。海瀬さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。